皆さん、こんにちは。非常識な教室集客コンサルタント、高橋貴子です。本日のテーマは、人気教室を作りたいとき、聞く相手を間違えないことがビジネスの成功の早道ということについてお伝えしたいと思います。最近ですね、私 の、 コンサル生さんとしてこう入会される新しい方が増えているので、今、一番こうその方たちに多くやってもらっているのが、ご自身の魅力の再発掘と、あと来ていただく生徒さんとのマッチングですね。あと世の中の流れ、自由 と、 業界の、立ち位置と社会の流れとか、そんなのも含めて全体的にどういう人にその方のレッスンを、お届けすれば届くかっていうことを、一緒に考えていってる最中っていうのが、最近の仕事で多い仕事なんですよね。それで、その仕事をやっていく上でですね、リサーチっていうのをお願いしたりするケースがあります。生徒さんにね。でそのリサーチの意味と、どういうリサーチならうまくいく情報がもらえるのかっていうことですね。こちらの方を今日はちょっと解説をしていきたいなというふうに思っています。はい、それではですね、本題に入ります。今日の話は、人気教室を作りたいなら聞く相手を間違えないっていうのが、メインの話になるんですけれども、リサーチを私はお願いをすることがあるっていうのはお伝えしたんですけど、それを聞く相手ですね、聞く相手っていうのは、例えば新しい教室のリニューアルしてコンセプトをやり直すっていう時に、必ずどんな人を呼びたいのかっていうことから、設定をしていただくわけなんですけれども、その際にどんな人っていうことだから、限りなく実物に近い、ないしは実物がいるようなもので、その人がいっぱい来ると教室楽しくて嬉しいみたいな、大体そういう人を想定することが多いんですよね。で架空の人を作った場合にはちょっとインタビューができないので、想像で全てやっていかないといけないので、これはもう動かしながら修正を繰り返すっていうことしか方法がないんですよ、そのやり方でやる場合には。で進んでやってみて、ダメならまたやり直しみたいな、そういう感じで進めていくのが架空の人を設定した場合です。で実際にいる人で、この生徒さんならすごい来てくれても嬉しいし、ぜひ来てほしいという人を想定していることができる場合には、その人に、新しいレッスンの内容とか講座の内容をきちんとどうですかねという意見を聞くことができるので、実在の人物を想定した方が新しい講座とかは成功しやすいんですよね。はい、でこの時に割とよく教室の先生がやりがちなのが、聞く相手を間違えていることが多いということなんです。具体例を言いますね。例えば一番多いのが家族です。家族、はい、家族仲良しでご自身の授業とかを家族の人とかが理解をしていて、意見くれるっていうのは、悪くはないんですよ。悪くはないんですけど、大概例えば自宅教室業でやられている40代50代の先生が呼びたい方って、大体30、40、高くて50、60の方っていう女性っていうのが多いはずなんですよ。オンラインだったらちょっと別かもしれませんけどね。そう考えた時に、例えば自宅で旦那さんに意見を求めるとなると、外側から見た世間一般的な感情っていうのは理解してもらえるかもしれないですけど、通いたくなるかどうかっていう判断を全く違う属性の方に意見を求めても、曲がった方向に進んだ内容を作ってしまう可能性が高いです。男性ですし、身内だから結構シビアで辛辣だったりもするんですけどね。これだからあんまりさらっと聞いてふわっと流すぐらいにしといた方がいいぐらい参考にならない意見が多いです。
その人の感情を知りたい場合にはですけどね。あと同様に娘さんですね。そのウェブサイトがどう見えるかとか、読んだ感じわかるかぐらいは聞いてもいいんですけど、いや私はそれ習いたくないなとか、それって高校生とか大学生に仮に言われたとしたら、ある意味当然で、そもそもターゲットの年齢が違う場合には当然なんですが、娘さんとか結構発言の声が大きいので、お母さんが聞いてしまいがちになるんですよね。そうすると、その高校生とか大学生を集める分には意見聞いていいんですけど、そうじゃない人を集めたかった場合に、全くそれが本当に集めたい人にとってあんまり大したことがないっていうか、重要なことではないことになってしまうこともあるんですね。だから無下にもできないので、何て言うのかな、あんまりこう根幹に関わる部分への意見は求めない方が いいなっていうふうに思ってるんです。根幹に関わる部分ね。そうじゃないところに関してっていうのであれば、いいのかなっていうふうに思うんですけどね。ちょっと見た目が良くないからなんか読みにくいとかね。でも本当はデザインも若い人が感じるいいデザインと年齢をいった人が感じるいいデザインって違うので、実はあんまり意見参考にならないです。だから意見を求めてしまって言ってしまったのを聞かないと、なんだ言っても聞かないじゃんっていう仮定不安の要因になっちゃうので、勝手に言ってくるのはまあ聞いてもいいですけど、改めて尋ねない方がいいですね。ターゲットと多分違うからっていうのがまず1点目です。で、2点目が同様に友人に聞くっていう場合ですね。これもあんまり意味がなくって、友人が、来てほしい生徒さんのキャラクターと全く同じだったらまだいいです。友人に意見を求めるっていうのも、まあ、ちょっと今一つな感じですね。はい。なので一番いいのは、ターゲットとしてる人そのものをズバリの人に、こういうのを作ろうと思うんだけどどう思いますかって聞くのが一番いいです。あ、いいですねって言われれば多分支持されてる内容になるので、良くないっていう場合には何が良くないのかっていうのが聞くことができると、改善案をそこで直していくっていうこともできますのでね。はい。なんでちょっと友人も微妙ということです。ましてやですね、その友人がその友人に聞いてくれるっていう場合も、ターゲットが違っちゃってる場合、あまり意見参考にならないので、聞いてくれるって言っても、それが同様のターゲットだった時にはありがとうってお願いしたらいいけど、そうでもない時にはあんまり参考にならないので、逆にここ行ってもらっちゃうと悪いかなっていうのもあるので、そのあたりさじ加減上手にしてほしいなというふうに思います。あとは、自分のね、知り合いとか、近所とかっていう人とかで、そのターゲットになる人と、ドンピシャの人がいない場合にはどうするのかっていうことなんですけど、コンサルタント、私がそうだからっていうわけではないんですが、コンサルタントの経験値っていうのは、たくさんの人をコンサルしているデータがすでにあって、で、その方たちの先についてるクライアントさんとのことも当然よく知っているんですよね。だから例えばこういう人はどうでしょうかっていうのを、何にももう聞きようがどうしようもない場合に、確率論として売れそうな道筋は教えてもらえる可能性が高いです。そうすると、コンサルがついてない人はコンサルを雇うことになってしまうんですけれども、そこにお金が発生しますよね、当然。で、その時に、2パターンに考え方が分かれるんですけれども、成功のための早道の時間を買ったと思えるのか、高いなと言って、払うこと自体を拒否して、なんやかかんやか自分で一生懸命考えて探すのかっていう、2択になるんですけれども、聞く相手がいない場合には、成功確率が高いところで落としどころを見つける方が当然いいわけですよね。そうすると時間をお金で買うという形になるので、回り道をしないように時間をお金で買うということになります。だから、そこを割と節約というか削るタイプの人もいるんですけれども、その相談事だけじゃなくてですね、
特に開業当初なんかはメンタル的な部分が非常にこう業績に左右する部分が多いのと、あと考え方が、例えば企業人として、企業っていうのはもう実業家系の企業ですね、企業人としての考え方が染み付いてない人、まあ、例えば会社に雇われていたとか、雇われの身分から経営者の方になる時にマインドセットどうしてもしなくちゃいけないところがあって、それがないままに、まあ、自宅教室とか運営してると、やっぱりほころびがあちこち出てくる。基本の考え方が甘いっていうことになるんですけれども、ですからそのほころびがですね、正しいか正しくないかっていう判断を鈍らせるところにもなるので、メンター的な立ち位置の人はお金を使ってでも買えっていう人もいるぐらいに大事な部分でもあるんですね。だからその人がいれば当然それを聞けばいいわけじゃないですか。全くもう予測がつかないということで、誰も聞く人がいないっていう場合には、経験値からおそらく確率論が高くてうまくいく、そのところは答えてくれるはずです、コンサルタントだったら。なので、そこを、期待して、まあ、コンサル契約を結ぶっていうのも当然ありだと思います。はい。なので、誰がコンサルになったらいいのかとかいうのはもう相性の問題なんで、自分と相性がいい人を探してもらったらいいと思うんですけど、客観的な意見が欲しかったらお金を払ってでも、客観的な意見をもらって作業していく方が、残念ながらお友達とか家族に聞くよりも早く、ビジネスがうまく仕上がっていく可能性が高いです。だから可能なならば等身大の実物のお客さんの意見聞けるのが一番ベストです。はい。で、この辺りがやられてない方が結構多くて、でそれをやるとはっきりした輪郭、サービスの輪郭が見えてくるので、ドンピシャで新しい商品を作っていける可能性が高くなります。なので、絶対的に私はお客様の声とか、何を欲しがってるのかとか、どういう悩みがあるのかっていうのをしょっちゅうリサーチしてます。で、それに合わせた商品をどんどんリリースするので、まあ、割とよく売れるんですけどね。それは声ありきで商品を作ってるからっていうことになります。ですから、まとめると、まあ、人気教室を作りたいと思った時には聞く相手を間違えないっていうのが大事っていうのは、お友達とか家族だと、励ましてもらう意見というかコメントもらってもいいけど、ビジネスの構築をする時の意見としては、相手がその性格とか性質の人ではないので、むしろ作り方が狂ってっちゃう可能性が多いので。あまりそこは体の中に取り入れすぎないということがいいと思いますという、本日のおすすめのお話でした。はい。ですから家族とかね、友人知人も心配してくれているっていう環境はすごくありがたいんですけど、そこはちょっと割り切って本当に聞かなきゃいけない真の声を集めるということに注力していただければと思います。それでは。